ジェンソン・バトン、フェラーリの2人はアロンソ対ハミルトンに似ている。2009年の世界王者ジェンソン・バトンは今季フェラーリのセバスチャン・フェッテルとシャルル・ルクレールはぶつかり合うことなくうまくやれるのではないかと見ています。バトンは2007年のマクラーレンで衝突したフェルナンド・アロンソとルイス・ハミルトンを引き合いに出して、ベテランと若手のコンビは最初に衝突するもので、それを超えればうまくいくものだと説明しています。フェルナンド・アロンソとルイス・ハミルトンがマクラーレンでチームメイトだった時に分かったように、チームにヤングガンがいる時、経験豊富なドライバーは少し傷つけられるものだ。しかし一度それを乗り越えて平等に見れば状況は異なってくる。彼らは一緒にうまくやれると思う。王座を狙うためには重要なことだし、彼らがそうなることを願っているとこだ。彼らは二人ともとても速い。昨年彼らは両方ともチーム内でのポジションを確立しようとしていたと思う。でも二人とも非常に才能のあるドライバーだし、1年間を一緒に過ごした今、彼らは互いに争うだけでなく、チームとして力を合わせ、メルセデス AMG と戦うことに集中できると思う。はい、これどっから降って湧いてきたんですか、バトンさんの。なんかまあスカイかなんかの番組で喋ったみたいですね、はい、うん、なんか久しぶりに聞きましたね、うん、バトンさんの名前。まあでも結構ちょいちょい F1 には来てますよ。ああ、そうなんだ。予選とか決勝の後のトップ3インタビューとかやってたりしますけど。まあ、あの自転車さんは本田さんと仲いいから、うん、F1 来ると毎回本田のモーターホームで和食食べてますよ。ああ、そうなんだ。へえ。あ、じゃあ一緒に あのお弁当待ってるの。お弁当は待たなくていいやつ上に上がってあのアラカルトで注文できる人ですよく会いますよ、昼とか行くと。あ、じゃあカツ丼とかいろいろ。でもジェンソン・バトンご一行様がいっぱい来ちゃうんで。ああ、そうなんだ。モーターホームの人としては、うん、なんか急に人数が多くなっちゃうから、うん、出さなきゃいけない人数が。あ、なんで一人で来ないんだよみたいな計算狂っちゃうじゃん。聞いてねえよみたいなまあそれはさておき、はい、まあ、あのゲートさんのタイトルは2007年のアロンソ・ハミに似てるってなってたんですけど、はい、似てるとは言ってないですよね。ああ、そうなんだ、うん、まあ似てるというか、その時は、うん、あの時のように、まあ、ベテランは新人、すごい速い新人が来た時にやっぱ最初はぶつかるよと、うん、でもその後にちゃんと、まあ、お互いこう一線を越えるとうまくやるもんだよって言ってるんですけど、うんうん、2007年のアロンソとハミルトンは結局うまくやってないです。そうだね一線越えた後もうまくやってないです、うんうん、たまたまハミルトンとアロンソがこう両方ともコンペティティブな車に乗ってタイトル争いするってことはなかったんですけど、うんうん、もしやってたら多分そのままガチガチだったと思いますよね。なるほど、なるほど。ただまあハミルトンとしても、まあ、唯一認めるドライバーがアロンソだったりはしますけどね、うん、なるほどね、はい、だからこいつ速いなとはお互い思ってるわけですけど。なるほど、なるほど。だからバトンが言ってるみたいに、その新人とベテランの衝突を乗り越えた先に力を合わせて他と戦うっていう風になるとは考えにくいような気がしますけどね、うん、チェンソーが何を根拠にそう言ってるのかよく分かんないけど、まあ、だからちょっとこの美しいストーリーじゃないけど、うんうん、まあやっぱりほら、日本との付き合いも長いじゃん、うんうん、だからちょっと日本人的な何でも美談にしちゃうみたいな。あ、なんかボクサーが戦いカンカンカンの後で抱き合うみたいな。そう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 、絶対抱き合ってないですからね、うん、ベテルトのクレールはちょっと思考がそういう思考になってるのかもしれない、ね、こうドライに行かないっていう、はいはいはい、ウェットな感じの。そうそうそう。じゃあジェンソンにフェラーリのチーム代表やってもらうか。ああ、それはいいかも。あ、ルノーやってもらったらいいんじゃない誰もやりたがりませんルノーのチーム代表はうまくいかないので、はい、まあだから今年もあのセバスチャン・フェテルとシャルル・ルクレールがうまくいく保証などどこにもないと思うんですけどね。うん、多分バッチバチやると思うよ。バチバチ、ただまあ優勝争いとかチャンピオン争いだからこそぶつかるっていうのがあるから、やっぱり車がいまいちで全然2人とも5位6位が走ってるっていう感じだったらぶつかりはしないかもしれないですけどね。なるほどね、うん、まあ新車の
感じだけ見るとちょっと3番手ね、うん、分かんないですけどね、サーキットによっては速いかもしれないし、うん、なんか特性がそれぞれ違うかもしれないけど、そうだね、まあ、いずれにしてものび太くんの仕事は大変だなっていうところですよね。まあ大変だろうね、のび太くん結局あの見て見ぬふりしちゃうところがあるから去年感じだとね、でなんか起きてからママーってなるっていうドラえもんってセブがシャルルとぶつかるんだよシルビア出てきた、だから言ったじゃんのび太宿題しなさい、うん、ちょっとメディアセンター行ってくるからあ、皆さんこんにちはみたいな何時から会議しますけどね、そうなのよ、まあ、大したことないわよっていうね、うまいことやってくれてるっていう、ね、のび太がさ、またさ、すいませんねみたいな本当シルビアが明るく振る舞って、うん、ちょっと冗談めかして飛ばあの笑い飛ばしてるからまだいいようなところはありますよ、うん、本当にそれ大きいですよ結構。ああそうなんだ、うん、やっぱり、うん、やっぱりだからそれを見るとあのメディアの方もあそこまで深刻じゃないのかなって思ったりしますからね。なるほどね、うん、あのとはいえその、ね、過去のセナプロ対決だったり、うん、ニコハミ対決だったり、バチバチでぶつかった人たちはやっぱその後もうまくいってないですからあうまくいってないパターンのが多いですからね。うん、だから、まあ、あ のび太くん頑張ってくださいと。そうですね、まあ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 、ぶつかるんだったら、まあ、チャンピオン争いを、ね、しながらぶつかっていただければと、はい、思いますんで、はい、あの表彰台争いでぶつかるのだけは勘弁してください、はい、ありがとうございました。